めっちゃ「いやいやめっちゃ何年?」ってパコパコなってるから結構酸素ボンベみたいになってるじゃあ今日はともやということで今日のテーママイルームともやは選手寮やと思うんだけど選手寮代表としてちょっと聞こうと思うんだけどまあでも部屋の中はね自分の思うようにやってると思うんで。 とりあえず自分の部屋は割とシンプルであんまり物を置いてないっていうか、うん、物置かないタイプそうですねまああとはベッドがちょっとでかめなんで<ー>ベッドとテレビ台を置いたらもうあとスペースみたいな感じなんで <laughs> ストレッチする場所もあんまないんですよねおっ無夫婦さんが歩いてるうるさいよ寮でうるさいやい,いやいやいや部屋全然遠いじゃないですか <laughs> ベッドが大きいっていうのはやっぱ選手やしサイズ自体はシングルなんですけどベッド台の下に収納できるやつがあるじゃないですか自分結構その練習着とかが多いんで<ー>そういうのを下に保管して,てそこに入れて、はい、じゃあベッドも高さがある程度あるからちょっと圧迫感もあるっていう意味で大きいってこと、はい、ああ、なるほどねだいぶ狭く感じますそれがああるると一番お気に入りの家具ってなんかある 割と岡山来てから本読むようになって、<う>そんな大きい本棚じゃないんですけど、まあちっちゃい本棚でまあ読んだ本を結構何冊あるかは覚えてないんですけど、うん、まあ時間がある時にそれを何があるかなっていう。楽しみにして読んでます <laughs> へー。本はいつから読むようになったの。本は岡山来て1年目の終わりの方からですね。何きっかけあったの？高校と違って勉強することがなくなったので。 最初の方はその教習所とか行ってたので、うん、もう時間があんまりなかったんですけど教習所が終わって時間ができるようになったのでうん、うん、何かしないともったいないなと思ってなるほど、ねはい、もう自発的に読もうかなと。そで,、ねはい、でその本をこう並べていって「俺読んだな」みたいなそうですねでちょっと内容忘れてまた読みたいなと思ったらもう一回読んでって感じああ本棚にすごい整理されててじゃあ気になったらまたすぐ,すぐ取,れ取り出して。はい 漫画もあるんですよ。漫画も。はい。あ,あ、それは奥に。しまっとこ。はい。しまってます <laughs> まなんか、選手量あるあるみたいな、なんかある。選手量。あるある。うん。量の。壁がものすごく薄いんですよ。おお<ー>。自分、自分の隣の部屋が。うん。カイトで。うん、アビカ,、うん、カイト。アビカイト。あいつ、結構。練習後とか、夜とかになると。熱唱してる歌声が結構。聞こえるんですよ。<laughs> <laughs> 隣から、隣から。 最近やってないですけどたまに踊ってるらしくて、うんえー、ドタドタ言ってる音が聞こえてて聞こえるんやでカイトの下の部屋がスタッフなんですけど <laughs> そのスタッフに踊ってんのがバレててああもうそりゃそうやろな、ねうん、で次の日カイトが「まあ、踊ってただろ」って言われて「<ー>バレちゃった」とか言って踊ってたんや <laughs> 何をしてるかっていうのが結構隣の部屋でも分かっちゃう、ね、てことね、はい いやまあでも歌をね大声歌ったら分かるやろし<ー>ドタドタしたら分かるやろけどね結構テレビもチーンってしてたら聞こえちゃうんですよねあ,あ今カイト何見てんのみたいなそうそうそう,そう最後にまあ今戦千種やけど、まあ、将来こう住んでみたいなっていうような部屋とか家とかってどんなこう理想の今の量が文句じゃねえんですけどかなり狭いので、うん、もうちょい広めの部屋に住んで <laughs>、うん、ちゃんとストレッチできる部屋を。<laughs> 確保したいなと思います。結構近い未来の夢だね。そうですね。まあ、ネガティブなんで。いや、もう夢を持って、いもう将来こんな家とか、プールとかあったらいいかなと思いますけど。え？プールとか。プール。はい。急にでっかくなったな。はい。でかくしました。ああ、いいね、いいね、いいね。それぐらいやっぱ夢ないと。はい。プール付きの家一軒家。一軒家ですね。ああ。とか、まあ庭がしっかりあって。おお。もうサッカーできるぐらいの。はい。そういう家に住めるように。 はい、頑張っていきましょう。頑張ります。今日のキーワードはウです。チャンネル登録お願いします。